はい、今回こちらのゲーム、見知らぬ白い部屋からの脱出というゲームをやっていきたいと思います。脱出ゲームです。シンプルな謎解きの脱出ゲームらしいです。やっていきましょう。ニューゲーム。いいね。このシンプルな感じのアイテムが。はい。トロフィーがめっちゃ並んでる。あー、楽しそう。ここはどこだろうか。え、記憶がないパターンまた。ルービックキューブ、サイコロ。はい。ルービックキューブはね、一個もちゃんと揃えられたことないです。自慢じゃないけど。何かのトロフィーだ。特に気になるところはない。いや、気になるでしょ、これどう見ても。名前とか見て、ちゃんと。果物についての本だ。なんとなく気になった部分を読んでみた。はい。農林水産省に急に真面目になった、なんか。おおむね2年以上栽培する。何？草元？植物？いや、木元？どういうこと？植物で果物を食用とするものを果樹として扱う。本章ではこれに習い、栗を果物とし、メロンやイチゴ、スイカは果物ではないとする。もちろん、リンゴや桃は果物である。何？どういうこと？昆虫、なんとなく気になった部分を読んでいった。昆虫とは体が頭部、胸部、腹部からなり、胸部には節のある足が3対6本と2対4枚の羽を持つ生き物であり、つまりカブトムシやクワガタ、チョウ、セミ、トンボなどは昆虫、クモやサソリ、ムカデ、ダンゴムシなどは昆虫ではない。昆虫じゃないなら何だ、爬虫類ってこと？ただし例外もある。例えばアリやハエは2対4枚に羽を持たないが昆虫である。何言ってんの？何？人間についてるの？人間とは何だろうか。パスカルによると人間は考える足である。そうだ。では、考えられなければ人間ではないのか。逆に人間と同じように考える存在は人という分類の生物でなくても人間であるのか。なんか、頭いい人のお話聞いてる。あるいは、社会的に人間であると認められることが必要なのか。無機物でも、社会が人間であると認めれば、それは人間なのか。AI とかね。簡単に答えの出せる問題ではない。ページの間にメモが挟まっていた。しかし、この部屋に人間はいない。あなたが人間であることを認めてもらいたいならば、ここから出ることだ。人間じゃないのか。人形が3つ並んでいる。よく見てみると、人形の土台にメダルが隠されていた。やったー。3つのメダルを手に入れた。やったー。ね、これ、かわいい。これは実験で生み出された怪物についての小説、ざっとあらすじを追ってみた。人体実験によって生み出された怪物を愛を求めて街へ行く。しばらくは身を隠しながら匿名で人助けをするが、やがて捕まる。なんで捕まった？怪物だから。ひどくない？ある超人、町人の不審死を理由に罪人、殺人罪で怪物は処刑される。ひどすぎる。処刑を見た青年は人助けをしていたのが怪物だと気づく。激しく後悔し悩んだ。思い悩んだわけ、青年は自ら命を絶つ。なんとも後味の悪い小説だ。なんでそんなもん置いとく？これ何？ちゃんとブックスタンドしてんのね。几帳面な人よね。ブックスタンドか。この写真ある。白衣を着た女性。見覚えがある気がするが思い出せない。記憶失ってんの。綺麗な山の写真、どこか懐かしい。ボードに絵が描かれている。描かれているのはリンゴ、スイカ、栗、桃、メロン、クワガタ、チョウ、トンボ、ムカデ。結ればいいのかな、これ。こうでしょ。こう。こう。わかんない。もういいや。鏡の自分の姿を確認した。よく見ても何も思い出せない。見た目は普通の人間だ。人間か。どこが懐かしい。ここ自分の部屋じゃないの？あ、いいか。ここメダル。全部突っ込めんか。なんか落ちてない。何もないよ。あ、ルービックキューブ。薄い水色の箱と正方形が並んだ模様が描かれている。一面だけタッチパネルになっていて模様を変えられるようだ。模様を見るか。何？どういうこと？どういうことですか？うわ、わかんねえ。待って、どういうことだ？
え、待って待って、タッチパネルがこうなって、右側がこうなって、左側がこうなって、正面がこうなって、え、これ溶ける、これね、これ溶ける、どういうことですか。3桁の入力、果物、昆虫、人間、果物、果物、1、2、3、昆虫、待って、1、え、メロン、メロン、いや、メロンは果物だと、1、2、3、4か。4、昆虫、昆虫、1、クモ、サソリ、ムカデ、ダンゴムシ。ってことは ?1、2、3、4、5。4、5、2、1? 4、5、1? 4、5、1。4、5、1。あ、これ、あ、これはするのか。4、5、2か、じゃあ。違うの、果物、昆虫、人間。え、果物？メロンは一応スイカは果物じゃない。1、2、3。3か。3でいいのか。違うか。果物、昆虫、人間。薄い黄色の箱と3つへこみがあり、左から最初の死者、2番目の死者、最後の死者と書かれている。あー、なるほど。これがあれだよね。最後、どれこれ？あ、そういうことか。最初に亡くなったのは、町人で、真ん中が怪物だよね。で、最後に青年だったと思う。青年。おー、やったー。イエローの髪。あ、これか。あー、うわー。この謎解かなきゃダメだ、これ。ちょっと待って、人間なんつってたっけ。はいはい。この部屋に人間はいない。え、ってことは、ってことは、すごいお腹になるんだけど、人間はいないってことはゼロなのか、これ。あ、やった、嬉しい。はい、あとデュエルキューブなんだけど、どうしたらいいんだ。え、どうしたらいいんですか。ちょっとカバンバラケケコ、思いは止められない、もっとどうでもつくふうに跳ねるのか、バリだけのバラの、気づいてしまった。見てください、画像でね、めちゃめちゃ頑張って、これルービックキューブだと思って頑張って画像を組み合わせてみたりしたんですけど、おかしくってね、よく考えておかしいんですよね。だってさ、これさ、一つのブロックに対して、普通、まあ、二色だったら、三面ずつ、六面あるから、三面ずつ色がついてるはずなのに、ここも四つ白になってるの。白っていうか水色なんだけど。だからおかしくねと思って、で、もう一回見に行ったらさ、よくよく見たら、ルービックキューブとサイコロが並んでんのね。サイコロよ。見て。1、2、3、4、5がないんだよ、5が。ねえ。うわぁ、マジで。こうだ。うおぉ、いたー、嬉しい、嬉しいよー。嬉しい。あれあれ、まだ続きがある。え、部屋を出ると今のような場所に出た。ここは一体どこなんだ。まだ続きあったー。テレビだ。画面には見慣れない文字のようなものが表示されている。画面見る？なんだ俺。あのさ、今日の朝さ、ちょっとさ、いつもと違うカレー食べたのよ。そしたらさ、めちゃめちゃなんか、腹が痛くなってきちゃって、今めっちゃ超絶腹痛い。ちょ、これ何？
カードのようなものが貼られているカードにはハートのマークと Q という数字が書かれている。トランプだな。さまざまな専門書を貼られて、さまざまな専門書が並んでいる。並んでいる本のテーマは電気、AI、教育、植物、スポーツ、物理、栄養、マーケティング、宇宙、心理だ。よく見ると本は取り出すことができず、押し込むことでスイッチになっている。スイッチを押す。わかんない。地球儀だ。現在地が全くわからないという不安を思い出す。見覚えのある地域からすると自分は西洋の人間なのだろうか。西洋の人間。マグカップやビーカーや試験管が描かれている。乱暴に扱われたのかひびが入っている。トランプについての本、気になった部分を読んでいた。言ってた。気になった部分、トランプのマーク、スーとは起源やその歴史から以下のような連想をされることが多い。まあいいや、ちょっととりあえず謎に出会わないと。あ、金庫だって。ちょっと何、数字か。あー、わかんねえわ。ちょっと待って、ちょ、引き出しはロックされてる。なんかあるな。カレンダーみたいなのある。ちょっと待って、カレンダーだ。あ、これなんか絶対なんかあるじゃん。え、10月12日誕生日じゃん。え、あ、待って待って、これ絶対、これ10月12日じゃない。え、1、2、え、あ、え、終わらない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 、ダメだ、違うわ、誕生日じゃない。え、ハートの9、ハートの9。待って、ハートにはどういう意味があったっけ。はいはい、ハートは心臓、女性、果実、杯、生殖者。わかんねえ。こっちはなんだっけ。わあ、なんだ。え、ちょっと待ってよ。トースターで、あまり使われた形跡がない。水道、水は出ない。シンクには水垢がほとんどなく綺麗だ。あんまり住んで生活してないのかな。食器棚が南京錠によって開かないようにされてる。これはなんか動物使ってから開けるっぽいけど、これなんだ。冷蔵庫の横に意味のわからない文章を書いてる。右下のマークは金庫だろうか。あ、金庫の、よく見よう。わあ、こういう順番で読めばいいのか。え、スポーツの日とイベントの、わかんないわかんないわかんない、どういうことどういうことどういうこと。カレンダーだろうな。でもこれちょっと待って、何言ってんだこいつ。トイレは気になるところは何もない。観葉植物、歯を注意深く調べるとカードがくくりつけてあった。クラブのマークと17という数字。え、持ってってよ、それ。持ってって。あ、ここ、あ、元の部屋だ。あー、元の部屋か。こっちは開かない。広いな、開かない。ディスプレイに選択肢、漢字。あー、まあ、ちょっと分かんないな。あ、アナーキプレートだって。これじゃん。鍵、カードキー。はいはい、洗面台や浴室。オッケー、これよ。ちょ、見て。これ、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 これやって、これやって。これやってくんない。あ、なんだ。よく知られる単純な暗号の一つにシーザー暗号がある。これは漢字式暗号と呼ばれるものの一種で、ある文字に対して別の文字をそれぞれ割り当てるものである。例えば、A から D、B から E と3つ先のアルファベットに変換すると、Face という単語は、IDFH という暗号になる。当然、ずらす文字数を変えることもできる上に、アルファベットに限らず多くの言語に対応できる。ひらがなに統一してから変換することが多い。ひらがなを別の言語や記号で表すなど、異なる文字種に対応させて予想困難にすると、単にずらすよりも暗号として強力になる。ひらがなに統一してから変換。ひらがなは別の言語や記号で表す。文字数が変わらないという欠点があるが、1文字に対して複数の文字を対応させることで対策でき、濁点や半濁点、小文字を1文字とするだけでも解読しにくくなる。解読する際は同じ文字に注目し法則を見つけるといいだろう。え、それは何ですか。さっきのやつのことですか。あ、プレートを重ねるってあるやん。
誕生日と設備点検の間。誕生日と設備点検の間。誕生日と設備点検の間。20だね。1020ってこと？1020。あったー、黒塗りの書類。なんだ、自分のことを少しだけ思い出して、そんだけ？